堀江にあるヒルズパン工場で毎週木曜日に行われているサーズデーライブ。8月28日に行われたマイケル・ジャクソンナイトには、クラキマイのツアーでバックバンドとして活躍しているエクスペリエンスが登場しました。もちろんマイケルがジャクソン5で活躍していた時のヒットナンバーも披露。この日のゲストは雫さゆみ。ちょっぴり若い頃のマイケルに歌声が似ていませんか？そしてスペシャルゲストで登場したのが、なんと倉木麻衣。とっても素敵なデュエットを聴かせてくれました。10月には倉木麻衣と共に東京大阪でライブを行う彼ら。チケットの一般発売もうすぐなので、こちらもチェックしてくださいね。People dying, if you care enough for the living.